あのこの話は本当ね、こういった題材にするべきか否かっていうのすごい迷ったんですけど、まあ、具体的な名前を出さなければなんとか大丈夫かなと思ったので、まあ、話そうと思います。というわけでね、あの僕カルト宗教にですね、あの勧誘されたんですよ、今年の正月にですね。あの正月にあの地元に帰ってまして、でそこでですね、あの歩いてたんですよ、地元の商店街を。商店街歩いてたら、あの男2人組にね声かけられたんですよ。おっさん2人組にちょっと君って声かけられて、でね、もうその時イヤホンでなんか音楽聴いてたんですけど、それにもかかわらず声かけられて、まあ、素通りすればよかったんですけどね、ちょっと好奇心がね旺盛なのでね、ちょっと思わずはいって聞いちゃったんですね。昔からね、なんかこういうなんか誘われたりだとか声かけられたりとか、アンケートとかでね勧誘されたりとかしたらね、なんか面白いネタないかなと思って毎回聞いちゃうって、ちょっと良くない癖があって、ね、これはちょっと友達からもね、親からもね、やめろって言われるんですけど、ちょっとやめられなくてね、聞いちゃったんですね。そしたらここら辺でね、美味しいお店知らないかって言われて、で、まああんま知らないんでね、あの僕そういったあのグルメとか全く興味ないんで、いつもチェーン店ばっかり行ってんですよ。マックとかさ、松の家とかさ、吉野家とかさ、なんかそういうところばっかり、花丸うどんとか、そういうところばっかり行ってるから、知らないから、ちょっと僕チェーン店しか行かないんで、わかんないっすよねって、バカ正直に答えたら、あ、そうなんですかって、ここマックですねって言われて、ここのマック美味しいんですかって言われて、いや、マックの味は世界共通だろって思ったんですけど、まあまあ美味しいかな、まあ美味しいんじゃないですかって適当に返したら、ちょっとね、僕らこの街来るのちょっと久々でね、ちょっとあんまよくわかんないんで、ちょっといろいろと話聞かせてくださいよって言われて、でまあ、ぶっちゃけね、その時ちょっと用事あったんですけど、用事はもう終わって帰るばっかりだったん で、しかも時間もね3時ぐらいと、まだ全然余裕があって、帰ってからね、まあ、何もすることないし、特にまあ面白そうだし、まあ、なんか面倒くなったらすぐ帰ろうって思ってね入ったんですよ。そしたらですね、あの机マックの中入って、なんかコーヒーを奢ってもらいまして、机がでその奥に僕が座らせられて、手前にね奥に座らせられて、通路側にその男2人が座ってっていう、もうまんま宗教勧誘のね、もう逃げ出せないような、そういう手口まんまで、あ、これは宗教だと思ってね。で、あの僕カルト宗教とかそういうの大好きなんで、そういう話が、あの過去にも話したと思うんですけど、あの NHK オンデマンドが面白いわっていう話の動画を上げた時にも、あのオウム真理教のドキュメンタリーの話とかしたり、あとですね、あの僕が高校生時代とかの受験生時代にも、その怪しいね仏教系の宗教に勧誘されたことがあってね、そこで話聞いたりして、うわ、こんなヤバい人たち本当にいるんだなみたいな感じで、ちょっとなんかネタにする感じで面白がってて、あとはあの YouTuber の偉い店長さんって人知ってると思うんですけど、その人のね、あの宗教の話とかもなんか面白いなって、なんだろうな、宗教が面白いというよりかは、そのなぜそこにハマっていくんだろうって、人の心理、人の気持ちとか心理とか、そういうのに興味があるんだな、僕は、うん、だからね、あのそういうの結構詳しくてですね、僕は、まあ、雑学程度にはしてたんですけど、なんかそのネットで見聞きするだけじゃさ、なんかダメじゃん、やっぱね本物を知ってこそだなっていう、実学が大事だなと思ったんで、ね、あ、これは何の宗教だろうと思って、ね、僕の頭の中のね情報を総動員して、ね、当てようとしたんですけど、なかなかその本題にね入ってくれないんですよ、うん、でね、まあ世間話から急にですね、あの、あ、そういえば あなた名前なんですかって言われたんで、ね、僕本名を出したら、本名とかね、あの個人情報を、ね、渡したら絶対にダメだと思ってたから、もう偽名でね田中ですって言ったんですけど、あの田中さんは、あの人間ね生きていく上で一番大事なことって何だと思いますかって言われて、いや分かんねえよって思ってねそんなこと言われても分かんねえなって思って、もう大雑把すぎるし質問が。でちょうどその時、あのゾゾタウンの前園社長が100万円を100人で配りますみたいなツイッターで やってたのが、まあ、ちょうどタイムリーだったから、なんかねそういうのに、ね、安易に飛びつくのはね良くないんじゃないかなと思いますとかね、あのリツイートしたらいくらもらえますみたいな、そういうやつにね飛びついたりするのはね良くないなと思います。なんかそういった表面的なものに飛びつくんじゃなくて、裏でね何がこの人は目的なんだろうみたいな、なんか前にもなんか動画で話したことあると思うんだけど、そういうのが大事だと思いますよみたいなことを、まあねちょっと思ったことをねつらつらと喋ったんですけど、そしたらですね、やっぱこの田中さんって人頭いい、ちょっとできてる人だね、やっぱ違うと思ったんだよね、話しかける前から、なんかオーラがさ
なんかちょっと違う、他の人とは違うところがあるなって思ったんだよとか、なんか絶賛されまして、まあね、絶賛されてもね、そんなのにはね、簡単にはね、乗らないと、そんなんで浮かれるほどね、僕はね、安い人間じゃねえよと、まあ身構えてたんですけど、そしたらね、違うんだ、それもそうなんだけど、それだけじゃないんだと、とりあえず最初に僕のことを肯定して、でもやっぱ違うんだって言って、何が大事なのかって言ったら、やっぱね、運が大事なんだ、人間はね、運が大事。で、こういったね、信仰宗教が誘う時の手口で一番使ってくるのがね、これ皆さんも気をつけてほしいんですけど、天才の話を始めたら、もうこれはもうほぼカルトと言って間違いない。天才っていうのは天の災いね、地震、雷、火事、親父のこと、あれ天才っていうのまあわかると思うんですけど、東日本大震災の話とかすごい好きなんですよ。僕ね、何回かカルトに勧誘された時ね、ほぼほぼ東日本大震災の話してきましたからね。でその時ね、津波とかに流されたりとかいろいろあったけど、でもね、信者、この信者のね、仲間はみんな助かったんだと。これはね、運としか言いようがない。やっぱ神様がいるからだとかね、こんな偶然は神様以外説明できないよ、そういう話をするんですよ。でね、また南海トラフとかさ、なんかそういった近々起こるであろう地震みたいな、そういった東南海地震とか、そういう話をしてくるんですよ。それに備えるために我々と一緒に祈りましょうみたいなこと、どの宗教も言ってくるんですけど、この宗教も言ってきて、まあ、ちょっと名前は言わないでおきます具体的な僕が今回勧誘された宗教の名前言わないでおきます、まあ、でも分かると思うよ、うん、いろいろとヒント出すから、まあ、分かったらねコメント欄で書くのは自由だからまあその感じ、俺の口からは言わないよってことで、でやっぱり祈るのが大事だと。でね、よく体験会とかやってて、我々集まってね、でここでポロって言うんですよ、我々なんとかなんとか会話って、もうなんとか会って言っちゃったけど、会ではこういったことをね報告し合うんだと。これでね、ご本尊様を拝んだからね、もうご利益があってとかね、そういうことを話すんですよ。でね、まあこの後の話もいろいろと勧誘された話あるんですけど、勧誘された、まあ同じような話がね、これでありがたかったって話が続くんで、そこら辺はしょるんですけどね、感想としてね、この人たちね、本当に自分の心からいいことをしていると思ってるんですね。これが厄介で、だからカルトがなくならないんですけど、本当に自分たちは人のためになるいいことをしていると心から信じて疑ってないんですよ、うん、でそれをね、カルトとかね、糾弾したりね、もうこれはダメだって言ったりとかやってる人のことをかわいそうだと思ってるの、本当に。だから気づかせてあげないといけない。だから僕たち、私たちが一生懸命ね、一生懸命こうやって勧誘をしてね、釈迫をしてね、説得しないといけない、分からせないといけない。で我々は選ばれしね、気づかせるための選ばれし漫画というのを心底信じている、心の底から信じている。だってね、あんなに目がキラキラして喋ってるおっさん、僕初めて見たもん。こんなにね、目が澄んでるね、中年のおっさんいるんだなっていうぐらい、まあ、だからね、洗脳って本当に怖いなと思ったんですけど、それでね、まあ、その後ね、まあ、適当な時間がね、もうこの後、ちょっと時間なんで、すいません、帰りますって言って、無理やり逃げ出してきたんだけど、まあ、逃げ出さなかったら、ちょっとご本尊様を見ましょうよとか、ね、ご本尊様一緒に拝みましょうとか言われたんで、さすがにそれは嫌だなと思ったんで、先に帰っちゃったんですけど、その時にね、帰った時に、ああ、ちょっと次時間ある時に行きたいんでって言って帰ろうと思ったら、じゃあ連絡するから、名前と住所と電話番号書いてくれないかって言われて、書くわけねえだろって思ってたんだけど、ここでね、変にね、今まで、うんうんってうなずいて聞いてたから、ここで変にね、疑ったりしたらね、あれだと思ってたんで、もう適当な番号と存在しない住所を書いてね、逃げたんですけど、そう、あとね、もう一つ、その時に、アドバイスなんですけど、僕ずっとうなずいてたって言ったじゃないですか。ね、生きがってね、こういった宗教をね、論破させてやろうとかいうのはね、絶対にやめた方がいい。絶対にやめた方がいい。よくなんかネットとかに影響されてさ、なんか架空請求業者を論破してやったぜみたいなのあるじゃないですか。ああいうノリでやるのはね、絶対やめた方がいい。ね、僕初めね、初めはちょっとね、あ、ちょっとこれなんとか会だ、知ってるぞ、矛盾点いっぱいあるんだよな、そこついて論破してやろうみたいな感じでね、ちょっとはね思ってたんですけど、その人やっぱ話がうまい、話が上手いし、僕がちょっとでもね、でもこれってこうなんですかみたいなこと言ったら、いやいや、それはねっていう風に、もう多分、あるんだろうね、マニュアルみたいなのが。うん。だからね、プロなんだから、そんなプロにね、この素人がね、このカモみたいな素人がね、
勝てるわけないんですよ、ね、うん、その偉い店長さんっていう YouTuber の方はですね、実際にね論破してやったぜみたいな動画、論破してやったぜって感じじゃないけど、ちょっとね戦ってる様子の動画とか上げてたんですけど、やっぱああいう人はまあ専門家だから、僕はねただのね素人なんでね、だからね本当そういう人たちをねからかったりしたらね、まあ僕はねそういうことからかったりはしなかったんで大丈夫だったんですけど、変にねからかったりしたら絶対に痛い目に遭うので、極力に関わらない方がいいと思います。だから僕も今後はねそういった勧誘みたいなので声かけられても面白半分で絶対についていかないようにするんで、まあね皆さんもねなんかこんな勧誘をされたとかねいろいろあったらねぜひね教えてください。僕そういう話がね大好きなんでね、ぜひともお願いします。というわけでありがとうございました。